よし、パワープロ軍ポケットドリルモグラズ編やってっか。で、前回がもう散々だわ。なんか腰痛になったり、今異常ねえけど腰痛になったり花粉症になったりでもって捻挫になったりってことで、もう世間評価もだだ下がりだし、能力は全然上げれねえし、もう散々なんだよ。もう今回ってかね、なんか前回のその入院してる最中の話によると、ボンダ君曰く、なんか二軍の選手は半分首らしいから、もう最悪なんだよ。で、世間評価もさ、ここでクリアの、多分二つ目のラインに行かないとやばいから、あとポイント倍ぐらい取んないといけないんだよ。あと10ポイントぐらいかな、もうマジでやんねえとな。てか、怪我しやすすぎなんだよ、マジ俺。こんなに怪我しやすいと思わなかったわ。もう最悪だ。とは言ってもね、練習しなきゃいけないから。つうかさ、取られたのマジ痛いんだよね。ポイント。返せよ、ポイント。なんか10ポイントぐらい全部それぞれ取られてさ、ありえねえよ、マジで。もう走るか。まあ、もうこれでさ、俺怪我したらマジで。マジ、もうほんと DS 叩き割ってたよ、マジ。俺が DS を叩き割るってことは、もうそのぐらい切れてるってことだからな。チリンチリン。やー、ブリッジちゃん、ボンドちゃん、頑張ってる。あ、今田さん、この人結構いい人なんだよ。ぬわー、ガラガラガッシャー。あ、今田さんだ。ブリッジくん、今のうち逃げるでやんす。え、どうして？あの人かなり変でやんす。かからない方がいいでやんす。まあ、思い当たる節もあるけど、せっかく応援してくれてるのに、邪険にするのもどうかな。まあそうだよ、ボンダ君。この人ほんといい人だから、マジで。とにかく今は見つからないように逃げるでやんす。いててて、あの二人どこ行ったかな。そうか、練習に戻ったんだな。練習熱心、大いに結構。フレー、フレー、モグラーズ、頑張れ頑張れ、モグラーズ。まあでもいい人じゃん。俺はね、今田さん好きだよ、本当に。でもってさすがにやすもん。で、あとさ、もう一回なんか、なんだっけ、イースタンだっけ？あ、来た！イースタンだ！ごめん、これ結局さ、前回さ、イースタンって言葉調べてくるって言ったじゃん。まあ、調べてくるわけないよね。もう俺毎回さ、あれ、この言葉ってどういう意味だっけ？後で調べてみようってさ、思うんだけど、結局調べないんだよね。どうしよう。次のパートまで調べてくる気ではいるけど、多分調べていないんで、うん、皆さんすいません。謝っておきます。次回まで調べてきます。ただ、あくまでパート4の時の俺は、で、この試合打たないとマジでまずい。多分あれだ、でも、未だにさ、あ、相手ジャイアンツだ。まあ、相手ジャイアンツだが、未だにさ、あれなんだよ。守備やってないんだよ、一回も。だから、ここいらで本当に、バッティングだけでもいいから、いいとこ見せるとまずいから、打つぞ、マジで。抜けろ！うんって抜けねえんだよ！仕方ねえ。いやもうここ打つしかない。マジ。な！いやー今、なんだ、バカか今！出るな！うわーやばい、もうやばいやばいやばい。本気でやばい。なあ！やばいよー。本当やばい、本当やばい。本気でやばい。なあ！ファールか、もうやばいやばいやばい。ね、ダメかもしんね、今回ダメかもしんね、マジ。やばいやばい。なあ！行ってくれ！行け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 ！もう行け！もう本塁打行け！よーし、行って行って、とりあえずなんとか仕事はこなした仕事はこなした。あ、でも負けちった。これはどうなの。あ、よかったー、よかった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 よー。母ちゃん、母ちゃん、よかった。でも世間評価さー、あと世間評価何上げればいいかわからない。あと何上げればいいの、僕あと多分2か3かな、わかんないやー。いやもうやだ、疲れるこのゲーム。楽しいけど疲れる。それがパワープロ軍ポケットです、皆さん。でもって、どうしようか、これ素早さ上げっかな、とりあえず。
トリマー技術上げて素早さげよ。オッケー、 2% は引かないよ。もうこれ引いたらぶっ殺すよマジで。ほんと俺もう誰かしらぶっ殺すわ。誰を殺すか、暗がりさん殺すか。なんか暗がりさんのイベントでなんかマイナスしか受けてねえから。でもってそろそろあと1か。怪我率 9% 高いな。6% 引かねえだろ。よし、オッケー、ナイス。すげえ評価も上がった。で、神様ポイントも上がった。ね、神様ポイント使わせろ。オッケー、ナイス、ジジイ。ナイス、ジジイ。これで体力とタフを上げてくれ。心穏やか。まあいいね。いいよいいよ、プレッシャーなくなるのはいいや。で、総力でパワー上げて、お、次で D になる。オッケー、いいよ。筋トレ 10% はやばいな。いや、ここ休もう。てか全然うろついてないな俺。全然うろつけてない今回。ただ体力は満タンと。まあ、プレッシャーとしは分かってもいいから。で、10月か。で、また練習だ。もうアップはできないもんな。うん、できないね。まあ、筋トレかな。で、もう一段階 D ランクにしよう。よし、OK。世間評価も上がった。待って、あと本当に何月までなんだろう。タイムリミットが分かんねえんだよ、この。この評価の、あともうちょいなんだよな。やばいな、このままだと。12月とかかな。12月までだったらギリギリいけっかもしんないけど。もうパワーガンガン開けまくり。で、あと素早さも上げよう。よし、評価も上がった。あ、今日はなんか体調がいいな。もう一練習しようかな。あ、ランニングしよう。あら、あれはブリッジくんが走っているわ。アイちゃん、俺のこの野球にひたむきな真剣な眼差しを見てくれ。少し疲れてきたな。まだやる。でももう少し頑張ろう。そして、はあ、だいぶ疲れてきたな。これ怪我したりとかしねえ？もう一回やろう。頼む、怪我すんな。さすがにもうやめよう。ブリッジ君のあんな顔初めて見たわ。頑張っているんだブリッジ君。あ、転んだ。え、あ、よかった、タフ6上がったのでかい。ただもう体力ねえな。で、あー、くそー、技術6の素早さ6足んねえか。いやー、どっちも上げれるのがないな。怪我率 12% って結構高いんだよな、意外に。怖いな、これ回復するしかねえな。よし、またさ、あれないかな。あ、会長、今年もモグラーズの契約更改に出られるのですか？もちろんだよ、曽根村君。曽根村君って言うんだ、この人は。緑の人は人の運命を握っているのは実に気持ちがいいからな。わっはっは、今から楽しみだよ。うん、何をしようかな。じゃあそろそろあれかな、11月くらいで来るのかな。じゃあパワーゴリ押しで上げとくか。で、練習も、素早さかな。で、次で、あれだ、技術上げればいいから。あれ？ん？誰だ？誰？一軍の土田コーチでやんす。あ、なるほど！ってことは、磯田コーチよりも上ってことが、磯田コーチが2軍のコーチだから。この秋キャンプで、おいらたちの実力を調べてるのでやんせ。ゲッソーなのか。あ、こっちを見ているでやんせ。じー。はっ。守備力を、待って。待って、いや、これ、だって守備とさ、肩なんて全然鍛えねえぞ、俺。足の速さだろ。嘘だろ？ねえ、やばい、ちょっと、待って、今ので、
今ので下がったんじゃねえか。嘘だろ、バッティングを見てくれや。俺の売りバッティングなんすよ、土田コーチ。バッティングなのにさ、あ、え、はい、ブリッジ君だな。いや、よく来たね。君は来年何がしたい？え、それはもう潜らずで。嘘だよ。ねえ、ちょっと待って待って、あれさ、土田コーチのなんか評価なかったらいけたんじゃないの？いろんなところをうろついてみるのじゃ。いつも何も起こらないが、条件を満たすとお得なイベントが起こることもある。うるせえよ、押せえよ。例えば本社に4回目に行った時、その前にフェンスから変な外国人が落ちるイベントを見ていると。いや、知らねえよ、今じゃねえだろうが。もうお前マジ林先生切れてんぞ。お前もう遅いですよって。今でしょって言ったのにって。怒るぜ、林先生も。お前、東進ハイスクール見習え、お前。ああ、嘘だろ。待って待って待って、最悪じゃん。嘘だー。終わっちまった、プロ野球生活が。じゃあ、どうしよう。どうしよう。まあ、終わるか。はい、すいません。今回、パート3ですが、一旦終わります。ただ、あのね、とりあえず、ごめん。まあ、極悪高校編みたいに、ひとまず、なんだろう、まとまった形のクリアしないと納得いかないんで、すぐリベンジします。次回パートまた、一から始めます。さすがに、だって、第一章で、終わりて、ありえんじゃろ？みんな。悔しいじゃろ？みんな。やるじゃろ？やります！ということで、次回にご交互期待。パート4へ続く。ありがとうございました。じゃあねー。